ヘイ、強いね。いやいや、素人っす。素人？俺素人で半年。俺半年ぐらいです、ボクシング。ストリートで。殴り方が素人じゃなかったけど。いや、勝ててよかったな。いやーい。双子で。双子っすね。何歳ですか？24っすね。24。楽しみだな。盛り上げるんで。なんか見た目もいいし。ありがとうございます。どうですか、あの二人。だ平石くんと醤油2匹か。醤油2匹は、まあ、実際多分うまいと思うんですけど、うん、もう一人の方はそんな別にインパクトないから。うん、でもウリダさんに勝ってる。ああそう、あ、まあ、まあでも俺ら向かいなんで、今までずっと2対4とかしててきて、全部返りしてきたんで。何それ、喧嘩で？喧嘩ですね。みんなビビって逃げちゃうんですよ。確かにビビるわな、この見た目でね。根性入ってるんで。仲いい。めっちゃ仲いいです。めっちゃ仲いいっす。なんかその格闘技でなんかやってたの？その俺ボクシング半年です。それ以外はなんか今それ以外はでも格闘技好きで、これをきっかけに始めようかなって思って。いいねいいね。僕も、まあ、いやなんか1年前に半年だけやって怪我しちゃって手術して1年ぶりなんですよ。そう、ね、あ、そう、もう大丈夫な。もう大丈夫です。いやでも逸材かもしれないですよ、この兄弟。いや、第2の朝倉兄弟になる。あ、なりたいます。ほんとちょっと深気だと思ったんですけど、兄弟でやりたいです。朝倉兄弟やりたいです。それは早いです。それは早いです。練習とかしたいです。ね、いいね、いいね。ちょっと、とりあえず本戦でね、はい、結果出してもらって。おめでとうございます。楽しみしてます。おめでとうございます。お疲れ様です。はい、頑張ってね。頑張りま楽しみです。あの二人が勝ち続けてたら、もしかしたら夢ありますね、それ。だから、確かに階級が違いますけど、ちょっと